ラザール・カルノー・ラザール・ニコラ・マルグリット・カルノーは、フランスの軍人、政治家、数学者。フランス革命戦争にあたって、フランス軍の軍政改革を主導し、勝利の組織者と称えられた。政治的には、穏健な共和主義者の立場を貫き、反対派からも尊敬されたという。また数学者としても、功績を残した。著名な子孫たちとの区別のためオカルノーとも呼ばれる。 ラフレクションス・シュール・ラ・メタフィジック・ジュ・カルキアル・インフィナティス・サムル・1797・ラザ・ールカルノーは、フランス東部ブルゴーニュ地方の町の例で弁護士の子として生まれた。聖火は貴族ではなかったが、古い家柄の名門であった。神学校を卒業後、王立公平士官学校の受験を許され1771年に入学。ここで、ガスパール・モンジュの教えを受けている。 1773年、公平士官学校を優秀な成績で卒業し、技術商工として任官。フランス北部各地の守備隊に勤務した。ヨカは研究と著述にあて、文学サークルで、フーシェやロベスピエールと同席したこともあったという。この頃、17世紀フランスの軍人防番に関する論文を発表し、名前が知られることになった。また、機械一般に関する試論。 エッサイシュールレ・マシーンズ・イーエヌ・ゲネロルという論文を発表し、それまでにベルヌーイラによって示されていたエネルギー保存の法則について、より一般的な証明を提示している。しかし、当時、平民出身の身分では、軍隊内でその才能を発揮できる場も限られていた。さらに1 7 8九年、恋愛沙汰から血統騒ぎを起こし、取り調べ上官に対する、 不国罪により逮捕され、2ヶ月間収監されることになった。これで、昇進の望みも立たれたかに見えた。だが釈放後間もなく、フランス革命が勃発する。1791年、パイコールドカレー県の富豪デュポン家の娘ソフィーと結婚春が明ける。同年10月、ギフラの推薦を受けパイコールドカレー県から、立法議会に立候補し議員に選出された。 1792年4月、フランス革命政府のオーストリアへの宣戦線により、フランス革命戦争が勃発。初戦で、フランス軍は劣勢に立ち、プロイセン軍が国境へ迫った。軍事通のカルノーは各地へ政治委員として派遣され、フランス軍の補給の確立や平民出身の人材の登用に努め、バルミーの戦いの勝利の礎を作った。 1792年9月には国民公会の議員として再選される。カルノーは引き続き前線各地に出向くことが多く、1793年4月のデュムーリへの裏切りにも遭遇した。戦争はイギリス、オランダ、スペインの相次ぐ戦線により、フランスにとって危機的な状況となる。8月、カルノーは前線から呼び戻されて、 公安委員会の委員となり、軍事に疎いロベスピエールや、戦争大臣、ブーショットを助け軍事問題を担当し、能力を発揮することになる。この時期のカルノーは1日16時間以上執務に当てたという、徴兵制度の整備、軍事工場の整備、軍政改革を指揮して、総力戦体制を確立し、当時史上空前の規模であった14個軍団の創設に当たった。 また、10月16日のワッティニーの戦いでは、ジュール団と共に実戦部隊を率い自ら陣頭に立って勝利を収めた。フランス軍は再び優勢に立ち、カルノは一連の功績から勝利の組織者と称えられた。テルミドール9日のクーデターで撃たれるロベスピエール1794年に国民公会の議長となる。ロベスピエール派の恐怖政治に対して、 当初は、傍観的だったが、戦略をめぐって、同じ公安委員会の30都と対立し、ロベスピエール派全体とも対立するようになった。だがこれによりテルミドールのクーデターではギロチン行きを、免れた。1795年3月に、公安委員会を引退し、元老会議員に立候補して当選。10月に総裁政府が発足すると、初代のご総裁の一人に就任した。 カルノーは恩賢派として、王答派との和解を模索していたが、1797年の選挙での王答派の勝利に反発したバラスラが、フルクティドール18日のクーデターを起こすと、カルノーは王答派に通じていたとの権威をかけられ、ニュルンベルクへの亡命を余儀なくされる。亡命中は、数学の研究に没頭し、無限小散歩についての刑事上学的考察を執筆する。著は、 公表を白書各国語に翻訳された。1799年、ブルメール18日のクーデター後にフランスへ帰国。第一統領となったナポレオン・ボナパルトの地遇を受け、1800年には半年間戦争大臣を務めた。1802年に五民議員となる。ナポレオンの訂正に対しては、共和主義者の立場から反対し続けたが、 ナポレオをわかるのに敬意を表し白尺に助した。古民院在職中も暇を見つけては、数学研究に携わり、一の気化学について、ジアオマトリでポジションなどの著作を発表した。同著は近代気化学の基礎の一つとされている。1807年、古民院廃止と共に政界を引退した。その後は研究と著作に没頭していたが、1814年に、 大仏大同盟軍がフランス本土へ迫ると61歳になっていたカルノーは愛国心からナポレオンの元に派生参じ軍人に復帰した。カルノーはアントウェルペン総督を務め終戦まで同志を守り通した。王政復古ではルイ18世の反動政治に反発し、100日天下でナポレオンの自由訂正の約束を受け入れて、 共和主義者の立場から内務大臣に就任した。この時ナポレオンの早期決戦案に反対して戦備充実を提案したが入れられなかった。ナポレオンの敗北後はフーシェラと共に臨時政府委員に就任し抵抗を続けるよう主張したが大勢は幸福に至る。そして再度の王政復古によって追放されることになった。カルノーはドイツのマクデーブルクに落ち着き、 余生を送った。1823年、同地で死去した。遺体は1889年に、パリのパンテオンに埋葬された。ラザール・カルノーの子孫たちは、各分野で業績を残した。長男のニコラ・レオナール・サディ・カルノーは、物理学者で、カルノーサイクルの考案者である。次男のラザール・イポリット・カルノーは、カルノー法で知られる、政治家である。 次男のこのマリー・フランソワサ・ディ・カルノーは、フランスの大統領にまで上り詰めた。同じく孫のマリー・アドルフ・カルノーは、科学者で、カルノー医師の名の由来となった。ありがとうございます。